皆さんこんにちは。富山労災病院循環器内科の藤井です。今回の富山労災病院診療科紹介は循環器疾患、特に心不全についてその一部ではありますがお話ししたいと思います。まず普段循環器外来に受診される患者さんはどのような症状を訴えて受診されているのでしょうか。循環器外来で多く認められる三大自覚症状は動悸、息切れ、むくみの3つが挙げられます。動悸から想定される疾患は脈の乱れ、つまり不整脈が推測されます。息切れ、むくみから推測される疾患としては心不全が挙げられると思います。ではどうして心不全になると息切れやむくみが認められるのでしょうか。自分は心不全の機序を説明する際に高速道路のトンネル渋滞を例えて話をしています。上のイラストは正常な血液の流れの状態を仮定しています。中央のトンネルは心臓にあたります。走っている車は血液に相当します。心臓に特に問題がない場合、高速道路にあるトンネルを車がスムーズに流れていきます。次に下の段のイラストは心不全の状態を仮定したものです。よく帰省ラッシュなどの際に見られる高速道路のトンネル渋滞はトンネルを先頭に渋滞しています。この渋滞が発生したトンネルが具合の悪くなった心臓です。トンネルの手前に渋滞が発生するように、心不全になると心臓に入れなくなった血液が心臓の手前で溜まってしまうのです。人の体に当てはめると、渋滞した高速道路の手前にあたる部分には肺や足が位置しています。したがって心不全になると肺や足に水が溜まって息切れを自覚したりむくみを認めたりするようになるのです。今後心不全患者数は増加することが予想されており、心不全に対して対策を検討しなければなりません。この図は日本循環器学会が示した心不全の進展様式を示したものです。心不全の自覚症状である息切れやむくみが認められたとき、それはこの図で言うとステージ C、 心不全ステージとなり、心不全が発症したところにあたります。このステージでは今後心不全の増悪を繰り返しステージ D へ進展していく可能性があり、もちろん様々な治療を行うこととなります。一方、心不全の予後を根本的に改善するためにはもっと早い段階で対応する必要があります。そのため今回学会では心不全ステージの前にステージ A、B という心不全発症以前の段階を設定しております。心不全の直接の原因となる疾患、狭心症や心筋梗塞、弁膜症などのさらに原因となる高血圧、糖尿病など、いわゆる生活習慣病を心不全のステージ A としました。高血圧や糖尿病の方が、あなたすでに心不全のステージ A ですよと言われると驚きを感じるのではないでしょうか。つまり心不全患者数を減少させるためには、この生活習慣病の時点から積極的に介入・治療していく必要があると考えられているのです。高血圧や糖尿病の人は心不全の予備軍なんだという認識を持っていただけたら、病気に対する心構え・姿勢が変わるのではないかと期待されます。もちろん息切れやむくみのある人すべてが心不全というわけではありません。実際の診察では心不全でない人の方が多いくらいです。
しかし心不全は生命に関わる重要な疾患の一つですので、自覚症状のある方はより早く受診していただくことが良いかと思います。